熱海のチームっていつもこのパターンだよな。チーム春先強い矢印6月谷でポジる。それ以降打てなくなり始める矢印チーム謎の怪我人大量発生。大谷も一緒に落ちる矢印チームも負けまくる。去年と全く同じ光景なんだが、大谷天使の呪い持ち込んだな。疫病神なのでは。倒壊するリリーフがないとめや、これも追加しろ。主力が次々離脱していくの何の呪いやねん。ベッツとかほんと怪我とは無縁の野球人生だったからな。トラウトもそうやけど、ほんまどうなってんの。なんならレンドンもナッツ時代はめちゃ良い選手で稼働率高かったしな。それが今や、この負のパワーを恐るべし。いやレンドンはただ怠惰なだけのクズやからちょっと違う。投手が崩壊してしまうのはマジでなんでなん。大谷こそがナイトメア本人なのかもしれん。マジで抑えで大谷が投げてほしい瞬間多すぎる。不安で仕方ない。